フィギュアスケートの羽生結弦がグランプリ、GP シリーズの NHK 杯に続き、ロシア杯も欠場することが発表され、中国のファンからも心配や応援の声が寄せられている。羽生結弦は12日から始まる NHK 杯に出場予定だったが、練習で右足関節靭帯を損傷し、欠場。17日に日本スケート連盟は、怪我の回復が遅れているためとして、26日からのロシア杯も欠場することを発表した。羽生結弦は、応援してくださり、本当にありがとうございます。応援の声や思いに応えられるよう、全力で頑張っています。動きによっては、痛みが出てしまいますが、日常生活では、痛みの影響がなくなってきました。まだ、スタートラインにはたどり着いていませんが、着実に前に進んでいきます。これからも、よろしくお願いいたします。頑張りますとコメントした。中国版、ツイッター、美白、ウェイボーで羽生結弦のファンアカウントが中国語に翻訳して、これを伝えると、ファンからは、ああ、日常生活では痛みがなくなってきたって、怪我がどれほどひどかったかわかる、まだスタートラインにたどり着いていない、足が早く良くなりますように、しっかり治してね、落ち着いて、怪我を癒して、一歩ずつ前に進みましょう、どうか早く回復できますように、待っていますなどの声が寄せられた。また、ロシア杯の欠場については、よかった。あなたの健康が第一だもの、また羽生結弦の演技が見られなくなったのは残念だけど。彼の健康を祈っている、私は欠場でよかったと思う。コロナもあるし、今は、怪我を治すことに専念して、どこかの会場で 4A。4回転アクセルが見られることを期待していますなど、支持する声が相次いだ。このほか、しっかり直してね。何があっても信じてるし、応援してる神様。みんなの願いを聞き入れて、ゆずを守ってくださいとの声や、オリンピックまでまだ時間がある。今のうちにしっかり直してねと、来年2月の北京五輪への出場を期待する声も上がった。